はい、6月になりました。6月3日本日のメニューです。デイリーマーケット情報ではポテチそば、ポテトチップス、なんだっけな、正式名称まだなんかあった気がしますけど、ポテチそば、ポテトチップスそば話。そして三日新報のポの字がどのポだ、ほだったか思い出せなかったんでカタカナにしちゃいましたけど、何でしたっけね三日新報が高えというあれですけどね、残念ながらでした。アトラクティブストックス、コロプラがドラクエの新作発表で位置情報を活用したアプリになるということで、大幅高になっております。明日はこれを買い、明日はアインホールディングスなんですが、まぁ、ご覧ください、動画の方。ということで、この後は主要指数の動向と225採用銘柄を中心に大型株の動向を確認してまいります。デイリーマーケット情報をご覧ください。富士そばです。富士そばでですね、今、ポテトチップスカレーなるものがですね、爆誕いたしまして、見ていただいた通りです。なんかツイッターで見かけたんですよ。で、いいなっていうか、まあ、なんちゅう、悪かないだろうなと思って、間違いなく。そんな、失敗するような組み合わせではないと思ったわけですよ。で、ポテチだったら、カレーもいけんじゃねえか、それはじゃがいも代わりに。あんまりほら、お店のカレーは具があんまり入ってないっていうのがあるから、で、じゃがいもだからカレー頼んでもいいだろうと思って、カレーを保険代わりにちょっと頼みまして、ポテチ乗っけちゃったりとかすりゃいいやって思ったんですが、これは、すごいもんで、頼んだら、じゃあポテト今からあげますねって言って、お店でポテトをあげております。そんな市販の袋のポテチをですね、パッとは、ぶっかけてるわけではありません。で、言ってしまえば、たぬきうどんみたいなことじゃないですか、揚げたものが乗っかってるっていう意味合いでは。で、たまたまそこで、それがポテトチップスだということですよ。で、どうなんでしょうね。揚げたてなんで、冷たいそばを頼んでもちょっともう常温ぐらいになっちゃうわけですね。この上のあったかさと下の冷たさっていうのがこう相まってしまってですね。で、これどうなのかわかんない。本当のところどうなのかわかんない。ややポテチのカリカリ感はあんまりないです。で、これはそばつゆを吸ってしまってふにゃふにゃになってるのかどうなのかわかんないですけど、ポテチのパリッっていう感じはあまりない。もうふにゃですね。ただふにゃでも美味しい。割と私はマックのポテトもふにゃっとなったの嫌いじゃないタイプなんで、私はいいんですけど、なんだこのふにゃふにゃはっていうね、湿気すぎにも程がある。だからちょっと湿気てるぐらいだと一番良くないですけども、こういうふにゃふにゃっとしたものだと思えば、それなりに美味しく食べられるんじゃないかと。別にポテチと一緒に食べるのがすごくいいのかって言われると、よくわかんないですけど、正直なところ。ただ、カレーに乗っけたらすごく美味しかったです。っていうことですね。天ぷらとかの方がいいんじゃないですかね。別に悪くないです。全然悪くない。合わないこともないですけど、他のもんでもいいんじゃないかなって。むしろカレーに乗っけたいなっていう結論でしたかね。美味しいですよ。悪くないですよ。というフォローです、はい。ということで、そんな感じでご理解いただいて、行きましょうか。なかなか厳しい状況続いております。3日進歩でしたね。6月3日、日経平均株価見てまいりましょう。はい。日経平均株価今日は190円31銭安、2万飛び410円88銭 0.92% 下落、大幅続落。4日続落ですか。
となりました。まあ厳しい状況続いております。本当にきついですね、令和時代 平成も厳しかったですが、令和も厳しいということでありまして、ちょっと下にまた一段抜けてしまいましたねというところですね。まあ410円でなんとか今日、戻したかなという感じではありましたが、ニューヨークダウ先週末大幅安でした。354ドル84セント安で、まあほぼ安値引けぐらいの感じでしたね。24,815ドル04セント1.41%下落でした。1月以来の5ヶ月ぶりぐらいじゃないか、4ヶ月ちょっとぶりの安値ですね。そしてナスダック指数、総合指数が114.57ポイント安、7453.15と、こちらも大幅安、1.51%反落となりました。こちらに、3ヶ月ぶりくらいの安値ですか。SP500、1.32%下落、ナスダックと同じくらいの感じですね。となっておりまして、米株大幅安という流れを引きずって、日本株も厳しいというところでした。ドル円、先週末のところとそこまで動いてるわけじゃないですか。108円20銭台と依然円高続いておりますので、ちょっと108円割ってしまうと、久しくそのまともな時間帯 主な日にちに、ここはちょっとまた例外としてですよ、この年明け一発目、まあ3日か。それまあ置いておくとしても、ちょっと、心配になっちゃいます。で、ドル円110円くらいに設定している企業も多いので、日本企業、ちょっとその辺の心配はあるかなっていうところですね。原油もまた引き続き大幅続落となりまして、53ドルですね、今ね、というところです。52ドル台突入している場面もありました。そんな感じです。日経平均株価5分足でご覧いただきましょう。もうまあ日中ずっと安いと。で、5番入って1段またちょっと売られる場面もありました。で、まあさすがにちょっと売られすぎ、最後買うような場面も見られましたが、ちょっと戻せずですね、全然戻せず終わってしまいました。もう軽く2500とか割ってしまいましたね。はい、というところでした。トピックス、13.32ポイント足す1498.96ポイントということで、1500ポイント割れですね。これはもう年明け、この1月4日以来の安値ですね。JPX400 も同じような形ですね。104ポイント安、0.77%下落でした。2部指数見ていきましょう。2部指数0.55%マイナスです。こちらも1月半ば以来の安値。ジャスダック平均、45円02銭安、3294円43銭、1.35%下落。こう、新興市場ちょっと特にきつかったですね。マザーズ指数は特にやべえ、31.78ポイント安、872.41、3.51%の下落となりました。という状況です。リート指数もマイナスです。0.82ポイントマイナス、3日続落となりました。はい、225銘柄の中身見ていきましょう。225銘柄、今日は値上がり銘柄数が64。まあ、だいぶ戻したというか、日中本当に20ぐらいしかなかったタイミングもありましたんでね。変わらずが3銘柄、値下がりは158銘柄となっております。値下がり率上位見ていきましょうか。トップは、こちら、クレディセゾン。珍しいですね。こういう時に値下がりトップになるっていうのは。みずほ証券で買いからアンダーパフォーム一気に2段階格下げありました。クレディセゾン85円安、1085円、7.26%下落です。こんな感じですね。安値更新となっております。目標株価1820円から一気に1000円に引き下げ、足元のキャッシュレス決済領域における競争環境、目当たり差に乏しい進駐権の内容、積極性に欠ける株主還元方針などを踏まえて、ズタボロな言い方ですね。従来の見方を大幅に改めるということです。評価の見直しには真の意味で新しいクレディセゾンのスタートを市場に示す必要があると判断だそうです。全然ダメだ という内容でした。下落率2、ソフトバンクグループ、ここがやっぱり今日日経平均大きく引き下げたようになりまして、70円下に押し下げております。ソフトバンクグループ638円安、9612円、6.22%下落です。
2月の頭以来の4ヶ月ぶり安値ぐらいの感じですか。はい、となっております。何がっていうことになると何とも言いにくいところなんでしょうけどね。自己株式証、まあ関係ないか。しょうがねえって話ですが、まあ、これだけちょっと世界的な株安とかってなると、評価損が単純に発生してしまうしっていうところもありますんでね。で、まあ、あんまり今までの、こう、ソフトバンクの姿勢からすると、今、ちょっと目新しさが見えないっていう、そんなところもあるのかなと思っております。200日線割れですね。8000円ぐらいまで下手したらいっちゃう。まあ、そしたらちょっと一時割れるようなところあるんじゃないかなと思いますんで、ちょっと待ちたいなと、個人的には思ってますが。なところです。値傘とかが弱いんですが、ソフトバンクグループはちょっとまた別途安くて、であと原油ですよね。出光、174円安、2901円、5.66%下落で安値更新です。まあ、WTI こんだけ下がりゃ、原油かなり安いよねということで、下落率2位、あ、4位が日機77円安、1373円、5.31%下落。そんなに原油関連上位に来てるってのはないのか。千代田化工建設、10円安280円、3.45%下落ということです。5位が、下落率5位がユニチカでした。安値更新16円安330円、4.62%下落。下落トレンド続いております。なかなか戻せません。6位、板ガラスです。32円安680円、4.49%下落で安値更新。普段材料はありませんでした。沖電機、沖電機56円安1281円、4.19%下落。安値更新とかではないですが、大隈工作機械、大隈220円安5090円、4.14%下落。レーティングが出ております。中国関連とかエレクトロニクスも全般安いので、それはしょうがないよねって話なんですけど、大隈、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券で、オーバーウェイト継続ですが、8500円から7500円に、目標株価引き下げです。そしてスクリーンホールディングス、145円安3590円、3.88%下落で安値更新。そんなもんかな。はい、以下、TOTO、横川電機、大日本住友製薬、千代田化工研、徳山、ファナックも今日結構日経平均を引き下げた要因ですね。610円安17865円、3.3%下落。アサヒガラス、ガラスは弱いですね。あと神戸製鋼所、日水、アルプスアルパイン、野村と続いてます。証券厳しいですね。野村ホールディングス安値更新です。10円安332円、2.92%下落。ダイワ13円70銭安460円70銭、2.89%下落で安値更新と。こんな感じであります。高値更新、高値更新じゃない、値上がり率上位の方を見ていきましょう。今日はやっぱりディフェンシブですね。内需ディフェンシブがしっかり。関西電力50円50銭高、1316円、3.99%上昇で、値上がり率トップでした。電力セクター業種別上昇率のトップ、貿易摩擦のようなディフェンシブセクターとして投資資金が向かっているということだそうです。まあ、原油が安いっていうのも恩恵ね、原油安恩恵みたいなところもあるんでしょうね。2、第三共でした。193円高5448円、3.67%下落。いろいろその、まあ、事業リストラ、別に人の話じゃないですけど、その辺の噂もね、あって、いろいろ今話題の第三共。3位、中部電力でした。46円高1527円50銭、3.1%上昇。4位、大成建設、100円高4065円、2.52%上昇。レーティング出ているようです。大成がどこや、みずほで、目標価格4900円から4100円に引き下げでしたが、今日プラス。関係ねえぞということです。5位、東京電力、13円高571円、2.33%上昇で、不動産とか建設とかその辺がしっかりですね。6位、三菱地所、46円高2043円、2.3%上昇。
その後は、大林組、22円高、セントピー20円 2.2% 上昇、大林組みずほで、目標株価1260円から1280円に20円引き上げです。で、東急、電鉄もこういう時買われますね。42円高、1968円、2.18% 上昇、東急。レーティングですか？もう、JP モルガンね、ニュートラルからオーバーウェイト、目標株価2060円から2230円だそうです。堅調な不動産地帯、来期大幅増益や利益目標の目線、利益目線の切り上がり、株主還元拡充フェーズなどから下期以降、評価が進みやすくなると見ていると。フリーキャッシュフローがプラス転換だそうです。と、見ていると。続いて、清水建設。19円高904円にて 15% 上昇建設。ゼネコン。して、ここで来るオリンパス高値付近ですね。依然として。25円高1312円 1.95% 上昇。こんな感じですかね。以下、イスズ、キッコーマン、大阪ガス、東京ガス、日産、郵送用機器が比較的しっかりしてるんですかね。日産、三井不動産、新生銀行、コナミ、住友不動産、小田急、JR 東海と続いております。高値更新なんてのはないんでしょうね、今日はね。高値更新、大型はありません。残念。小型じゃない、値下がりはいっぱいあります。国際定石とかね、やっぱりどうしてもと大勢安値取った時はプラス転換でしたね。あとは中電工、関電工の電設系とかなもんかな。そんなにないのかな。明治食料品もちょっとまだ戻しきれないとか戻せないですね。明治ホールディングス50円だから7560円で 66% 下落。ローソンとか、まだ売られますか、コンビニ。75円安、4995円 1.48% 下落。キッコーマンが安に取った後、プラス転換でした。J フロントとかね、ユニチカ、日進坊。セブン&アイ。なあ、そうですか。まだこの辺が厳しいと。安値更新48円、安い3618円、1.31% 下落。日本髪、王子あたりも弱い。安値更新。昭和電工。あんまり最近、ブラック、カーボンブラック、ブラックカーボン、あんまり気にしてなかったですが、安いですね。43円安、2944円、1.44% 下落。日産化学とかもそうですね、安値更新。武田。大日本住友製薬、塩野義あたりですね。医薬品も一部弱いですね。なんだか、どうしたもんだが、本当に。イデメツ、コスモエネルギー、ハマゴム、住友ゴムあたり。板ガラス、東海カーボンは安値取った後、プラス転換。JFE、神戸港。安値越し、ちょっと JFE。41円や50銭安、1466円50銭、2.75% 下落。UACJ、富士倉、住友電工。富士倉の下げがきついですね。違うや。ああ、結構戻した。富士倉全然戻せずで 3.9% 下落ということでした。この辺で、ね、買えばなんかどうやったって儲かるような気もしないでもないんですけどね。そういうわけでもないでしょうね。ベアリング3社安値更新です。パナソニックがここで安値取ってきましたね。久々になんか名前を見た気もします。パッとしたニュースがなかったんで、あれでしたが、パナソニック30円安958円 3.04% 下落で安値更新。日東電工とか、日産、日野、ゆうちょ、安値更新。マツダ、ホンダ、ヤマハツ、アイシン製機、安値更新。良品計画。こんな感じですかね。トヨタ通商、丸紅、ユニファミマ、安値更新です。
コンビニ各社弱いですね、今日ね。で、大和の村でしょ。あんな感じですかね。JR 九州とか、そんなところでありました。はい。以上、デイリーマーケット情報のコーナーでした。